動画の投稿すごい久しぶりなんだけど、今愛媛に来てて、でこれからまたスキー場のバイト行くんだけれども、これ、スキー場のバイト行くのにサドレスにちょっとタイヤを変えようということで、アマゾンで買ったこのメルテックの FT09P の電動インパクトレンチ、ちょっとこれを試しに使ってみようと思います。まあ、結構レビュー見ると、まあ、微妙なのかなと思うけれども、結構使えたら儲けもんだよねみたいな感じで、今日はこれの、まあ、実際の挙動をちょっと実際1本タイヤ1本だけ変えてちょっと見てやっていきたいと思います。で今一応これ左のリアから変えるんだけど、まあ、一応使うナットは19ミリで、だいたいこのシガーソケット、それ付きのシガーソケットがまあ使えて、まあ、こんな感じだね。でこんな感じで、まあ、使うんだけれども、ここにね緩める締めるって、まあ、すごい簡単でいいよね。でちょっと動かしてみるけど、5秒くらいかかるんだって、クラッチつながるまで。こんな感じ、すごいさ、回転ブレてるんだよね大丈夫なのかって思うけど、でまあ一応これで1本取り外していきます。今一応ジャッキを上げた状態であって、でこれのトルクが340って書いてあったんだよね、最大ので。まあ一応前回はこれスタッドレスタイヤじゃなくてノーマルは、イエローハットでやってもらってるから、おそらく適正のトルクで締められていると思われます。で一応スズキのトルクっていうのは一番車の会社の中で弱いんだって。だからそこら辺ちょっと調べてくるの忘れて申し訳ないんだけども、まあ一応これで緩まるのか、適正トルクで締まってる状態からちょっとやってみます。いけるのかな。緩まんねえじゃん緩まんねえよ。え、もう一回やるかんねダメなのか、一旦大丈夫なのか。タイヤ交換がパワフルインパクトレンチって書いてあるけど、やっぱりちょっと緩めてからやれってこと。おなったね結構か、どうなんだろう、これ壊れる勢いなのか。まあ一応やってみるわ。大丈夫か。怖いねこれ挙動が。大丈夫か。一応1本外してみるけどなんかチャラチャラ落としてきたぞ。多分これ説明書はね、手で緩めなくていいって書いてあるんだけど、本当大丈夫かこれ。なるほどね。うん、取れてる大丈夫、取れてるわじゃあ最後これ、あとは問題、締めれるかよね。なんとかタイヤは1本取れました。で今こっち使ってる作業用バッテリーが、これ、まあ、ピットワークの 40B19L なんだよね。まあ、一応この予備バッテリーとしても積んでて、まあ、よく道の駅とかで全照灯つけたまま寝てバッテリー上がってるとか俺よくやるんで、一応これを作業用バッテリーで使ってます。でもな、多分今の状態を見る限り動作はしていると思います。問題はこのバッテリーの電圧が持つかどうかと思われます。でもまあ一応1本はいけるんだね。まあ一応
あえてトルクレンチを手で締めないで、これでやるっていう、やってみるっていうことなので、ちょっとやってみようかなとは思います。一応昨日の時点でバッテリーは 90% まで充電したんだよ。だからまあそれは大丈夫なような気がする。まあいいか、一応締めるだけ締めてみようか。一応軽く。動かなくなったぞ。おい、これで動かなくなったってどういうことよ。もしかしてバッテリーでも上がったのかな。どうなったんだ。外したけどどうなんこれ。閉めるだよね。ちょっとなんか動かなくなったから後日また撮影じゃね。いや多分故障じゃなくてバッテリー上がったんかもしれない。でも買ってまだ昨日充電してさ、上げたばっかりよこれ。どうなんだメルテック様、メルテック様本当どうなんですか。 DC12V インパクトレンチ FT09P型番言ってやったもんね。はい、じゃあ終わりでいいよ。はい、どうも。さっきの続きで、なんだろう、原因はこれ、ソケットのこのバッテリーのソケットとこの差し込むやつだね。このプラグの接触って結構緩いんだね。これ結構ガチッとやっておかないとすぐなんだろう、動かなくなっちゃうんだね。まあ、接触不良でもないけれども。まあ、ちょっとね、ごめん。慌てすぎたわ。まあ、さすがに新品だから、壊れるっていうことはないんだけれども。まあ、一応これが適正のトルクで2本目。今、タイヤ2本目だけど、適正トルクで締められたっていうネジね。まあ、一応、ネジ山がちょっと近くて分かりづらいけれども、まあ、1個半ぐらい出るのかな。まあ、一旦これを、緩めてみる。で、こうすると、まあ、ビスが取れるんだけれども、まあ、一旦これをじゃあ、締め直してどれくらい、まあ、一応、ここのところと同じネジ山になれば適正トルクだよな、締められてるってことなんだけれども、まあ、ちょっとこれをやってみると、同じくらいの、トルクがかかってるっていうことだから、まあ、このメルテックの FT09P インパクト電動レンチ、まあ一応できる、使えるものが結構便利だなと思います。これでしかも3キュッパでしょ。 Amazon プライムで買って3キュッパだったから、結構いい買い物だったと思われる。まあ、多分長く使いたいんだったら、多分一番最初のこの硬い部分を、トルクレンチで最初緩めて、それから、使った方がおそらく寿命は長持ちすると思われます。であとは予備の部品で、これ。これが入っているので、多分そんなにインパクトばっかりバチンバチンやってると、持たないのかなとは思います。で、ちなみにヒューズだけって売ってないのかね。まあ、ちょっと調べてみるけど。あとこんな感じでタイヤ変えていきます。